はい、ゆめです。こんにちはど,うども。も、はい、今日も雑談をお送りします。はい、先日です、ね、東京ディズニーシーのファンタジースプリングスの、ね、ティンカーベルのビジバギーのアトラックのねンの旧エリアで大人がです、ね、ティンカーベルの全身仮装をした写真をツイッターに上げててでそれでツイッターが大炎上した件について僕の考えを述べたいと思います。 これですねちょっとあのタイムリーではなくてちょっと時期ずれてるんですけども実はねこのネタ僕はスルーしようかと思ったんですが、えっとねトーク動画出さないんですかとか梅さんの見解を聞きたいですとかそういうリクエストを頂い,いたのでちょっとこれやることにしますねあでもこれね多分登録者減ると思います おそらくですけどもいや梅お前何言ってんだよっていう風にですね同意できないわっていうねそういう考えの人がいるかと思います相当多いような気がしてますなのでまあネタにはしたくなかったんですが、まあ、僕が思っていることを述べたいと思いますでこれね知らない人のために、まあ、経緯とかを説明するとですねと先日ですねまあとあるツイートが上がりました 多分これ、季節としてはツイートの中身はね、6月か7月頃だと思うんですけども、大人の方がですね、ご自身の自分の頭を金髪にして、ティンカーベルみたいにぐるぐるって巻いてですね、で、こう、ティンカーベル風のね、緑のワンピースを着て、背中に羽の生えたリュックなんかを背負ってですね、で、それでですね、ディズニーシーのファンタジースプリングスの、 ティンカーベルのビ b バンギーの敷地内で、まあ、そういう撮影をまあしていてでそのツイートが上がってましたでまあこれどう見ても全身仮装でしてで大人の全身仮装っていうのはねハロウィンの時期以外はご遠慮くださいっていう風に規約に書いてあるのでまあこれはアウトなんですよねで当然ツイッターではですねまあこれアウトでしょうって気分悪いマナー守れ 何を考えてるんだって言って、まあ大半の方がですね、まあめちゃくちゃ怒ってるんですよね。でまあ、バウンドコーデなのかもしれないけども、こんなのはバウンドコーデとは言えないって言って、バウンドコーデとはみたいなね、そういうバウンドコーデの定義についてですね、あの僕私の感想っていう風に、そういう風にね、まあ、学級会風にまあ盛り上がってもいるんですけども、 まあ、そのバウンドコーデとは、みたいな定義はですね、まあ、この際置いといて、まあ、どう見てもその写真は、まあ、申し訳ないけど、まあ、全身仮装なんですよ。どう見てもこれはね、騒ぎになるぐらいだからね。なんですけども、これ、このツイートをした方をね、これツイートをよく見るとですね、どうやらこれ、そのね、ティンカーベル風のティンクの全身仮装をした方自らが、 自分のアカウントでツイッターにアップしてるわけではなくって、これどうやらですね、これ、どなたかのこれ自作の衣装みたいで、で、その自作の衣装を作った人がどうやらあげてるっぽいんですよね。なので、こんな衣装を作ってもらいましたって言って、着ている中身の方、中身の方ではなくて、衣装を作った方が、あの、私が作りましたっていう、まあそういう思いを込めて、 まあ、ツイートしてるんですよね、まあ、おそらく私の作った衣装を気に入ってくれてその衣装であの着てくれてツイートまで上げてくれてるから、まあ、多分うれし,、ね、しかったと思うんですよねなので、まあ、そういうツイートなんですよねでリプランとかでなんかコメントにやり取り見てるとですね、まあ、このツイートした方とこの衣装を作った方曰くどうやらですね私は衣装をね頼まれて作っただけなので その衣装をどう使うかはその衣装の持ち主のまあ判断なのでどう使おうが自由ですみたいなまあそういうことみたいなんですよね、まあ、なのでいくら炎上してもまあ全く意義に変さずっていうまあそういう感じなんですよねはい流れとしてはそういう風ですね でまあ、僕は思ったことはですね、まあ、言いたいことはですねまずこの方のこの,、まあ、の倫理観というか、まあ、判断なんですけども、まあ、私は衣装を作るだけなのでその衣装をどう使うかはその人の判断で自由ですっていうのは、まあ、確かにその通りなんですけどもでこの方はですね衣装を作ってるだけあってですねツイートの方を拝見したんですけども。 やっぱ、ね、何年も前からご自身でも全身仮装してインパークして仮装、まあ、を楽しんでる方なんですよねなので大人のの全身ははは NG っってていうのは、まあ、当然知ってるはずなんですよねでこの方はもう一回言いますけども私は作るだけなのでその衣装をどう使うかはその人の判断で自由ですっていうのは、まあ、確かにその通りなんですけども。 でもだからといって、まあ、こんなね規約違反してるツイートをね引用したり紹介したらまあそりゃあまあ炎上するに決まってますよね、まあ、なので衣装はすごく素敵なのにねちょっともったいないことしてるなっていうふうにまあ僕は思ってしまいましたでまあ多分ですけどもご自身の作ったね衣装を宣伝したかったか もしくは、まあ、衣装の代行をね、制作代行をやりますよっていうことを自己主張、を宣伝したかったんだと思うんですけども、んまあ、だったらね、100歩譲って時間差でですね、10月にアップするとか、今この段階でどうしてもね、衣装を作れますっていう風に自分の衣装制作スキルをアピールしたいんだったら、じゃあね、去年の D ハラの、ね、写真をアップするとかして、 なるべく炎上とかしないようにみんなの反感買わないようにそうやってね今年もそろそろですよね日程発表になりましたよね皆さん準備はいいですかとかですね、まあ、そういう風にアップすればよかったわけであってまあいろいろありますよねなのですごくもったいないことしてるなって思ってしまいましたでもね中にはね今回のこのティンク・アーベルのねティンクの全身仮装のね衣装とかツイートを見て あこの人すごいクオリティ高くていいなこの人に私も衣装を制作お願いでしようっていう風にまあ思った方ももしかしたらね今回のツイートの件でそうやって思った方もいるかもしれませんけどまあでもそこでねこの炎上した人に作ってもらおうとはやっぱみんなうん思わないと思うんですよねでそれに作ってもらってもわあこの衣装すごいどうしたのって、うん、この間炎上した人に作ってもらったとはやっぱり人には言えないので まあ、なのでねこの方の言うね私は作るだけなのでその衣装をどう使うかその人の判断で自由ですっていうのは、まあ、確かにその方はその通りなんだけどもまあその理屈ではねあんまり同意は得られなくって、まあ、むしろ反感かってるしあとその倫理観をね疑われてるのでこれはだからねやっぱやめた方が良かったと思います。でね これここまで僕原稿回でね、今思ったんですけども、この倫理観疑われるっていうところはですね、まあ正直言うとね、まあ僕もこれ人のこと言えなくって、まあ僕も時々こういうことやってます。例えばね、僕だって例えばね、先日のパルパルーザのね、あのミニパルのね、ミニのファンダーランドのね、ラスビーラスカーにですね、あのフェイクの生配信っていうのをやったんですよね。要はその本物のね、ラスビーラスカーのタイミング同時に合わせて、過去に撮ったミニファンダーランドの 収録映像を生配信で流すっていうねまあそういうことをやってですねあのフェイクの生配信やったんでで、すよねでこれはね僕の,の倫理観ではですねこのぐらいええやんって思ったんですけども予想以上に怒った人がいて僕もちょっと驚いたんですよねなので多分この子もですね僕と同じようなタイプなんだと思います 多分この子の子倫理観でではセーフなんでしょうねあと同じくね倫理観で言うと僕もですねあと4年前ですね4年前の2020年の6月にですね新型コロナウイルスのね感染対策の,あの緊急事態宣言の時にですね東京ディズニーリゾートが4ヶ月のね長期臨時休園になりましたよね。でその時にですね臨時休園開けた時に6月の下旬かなその時にですね段階的にパークオープンになって。 で、6月の最後の週にですね、XPR だけが先行オープンに再開になったんですよね。で、その時ですね、XPR はですね、初め1週間は、千葉県以外の人は来ないでくださいっていうね、まあ、そういう特殊ルールだったんですよね。で、その時ですね、僕は千葉県で仕事してたんで、仕事の出勤のね、仕事行くついでにね、XPR に立ち寄ったんですよ。で、それをツイートと、それから動画にしたらですね、 いや、梅言ってんだよ、自粛しろとかね、県を越えたら移動するなとかね、不要不急の外出は控えろって言われてるのに、なんてやつだ、とんでもねえって言ってね、めちゃくちゃまあ、叩かれたんですよね。まあ、確かにそうなんですけども、でも僕はですね、江戸川区在住で、仕事で千葉県で、いつも通勤で県を越えていたので,で、その日もちょうどね、仕事があったので、で、仕事場行くついでに、ちょっと、 前浜に立ち寄っってて様子を伺ってで当然入れませんからね外,多分外から様子を伺ってでそれを、ね、YouTube にしようと思ったらめちゃくちゃ叩かれてですねで、まあ、僕の倫理観では問題ないと思っててで出勤前に立ち寄って外観から様子を見ただけでセーフですってそういうふうにつけとけばああなるほどねっていうふうに結構みんな納得してくれると思ったんですけども、まあ、実際にはですねそういかなくって 千葉県以外の人は来ないでくれって公式にお願いしてるのにそれを守らないとは何てやつだとんでもねえやつだってお前見てるなやつがいるから収束してないんだっていうふうに、まあ、めちゃめちゃ叩かれたんですよね当時ね。まあ、なので僕がですね今回のこのティンカーベルの全身仮装したこの子について倫理観をねあの評価したり語ったりするのって。 いや、梅お前が言うねやっていう風にですね、まあおそらくそうやって思ってる人はね、絶対一定数、まあいると思うんですよね。まあ、なので、倫理観は人それぞれなんですよ。あとですね、今回全身仮装でパークにいるっていうことは、これキャストが OK したんでしょだったらいいんじゃないってね、そういうツイートもあったんですよね。 まあこれはですね、僕の予想ですけども、OK! どうぞどうぞってわけじゃなくて、しれっとずーっとね、通過しただけだと思いますよ。これもね、多分キャストもですね、黙認というか、正直ですね、めんどくさいから通しただけだと思うんですよ。揉めるしね、こんだけ全身着ててね、あなた入れません、帰れませんって言って、突っぱねるわけにいかないし、 うん、まあ気悪い微妙なとこだけでどもまあって感じで面倒、うん、くせえから通しちゃったんじゃないんですかねなのでキャストが OK したんだとかですねまあそういうこと言う人もいてそれは違うなっていうふうに思いましたでねこの問題ですねここでおぼれじゃなくてですねちょっとこの先、うん、ちょっとさらに問題というかですね見ててうわあ学級会ひでえなって思ったことがあって まあこの先を語るのは、まあ、本当に僕も嫌なんですけどもちょっとまあ歯を食いしばってまあ気持ちを伝えますねでねこのこのこの倫理観をですねみんなで叩いてぶっ潰してやろうぜっていうねそういう動きが見えてものすごくちょっと不快な気持ちになりました多分ですねこの全身仮想の写真をアップしていることによって多分ですね 俺たちをこんなな不快な気持ちにさせたこいつは過去にこんなことしてたり普段こんなことしてるぞっていうふうにですねなんかね集団リンチにね持ってこうとする動きが見えてめっちゃ不快でしたねうんこの公式の言うことを守らない悪いやつだこいつはルールを違反してるってね そういういののをの御旗にしてそれで匿名アカウントで「過去にもこんなツイートをしてたぞ」とか「過去にもこんな炎上騒動を起こしていたぞ」とか「普段こんなグレー行為をしているぞ」とかね「著作権侵害行為をしているぞ」とかねそういうなんかね告発するようなツイートもあってまあそういう行為ってもうまさにね集団臨時の火種だし。 それをね、匿名アカウントでそういうことをするのはね、もうまさにもう、内弁慶で、もう本当に、ちょっと話、脱線しますけど、まあ、今回の話に限らず、時々ですね、著作権侵害行為だこいつは著作権を侵害してる、悪いことしてるっていうふうにね、そういう告発っぽいことをして、炎上させよう とすするる人が時々現れるんですけど著作権侵害行為っていうのはそれは著作権を持ってる権利者が決めることであってあなたにそれを言う権利はないのでそれを言うと頭が悪く思われるので言わない方がいいかと思います。でこの子の子、ね、過去ツイートや行動をほじくり返して でこいつの倫理観をみんなでぶっ叩いてやろうぜっていうねそういう動きというかそういう思惑というかねそういうのがね匿名アカウントでなんか、うん、活発化させてやろうっていうのがねそういうキャンペーンみたいなものがね思惑が見えてものすごいこれ不快になったんですけど、まあ、これ僕と同じケースなんですよね僕もですねこの2年前の2022年に コスプレカメラの件でです,、ね、すごい炎上させられてその時にですね2018年の僕のツイートもですね掘り起こされて4年前ですよそれがね掘り起こされて、まあ、そこでまあ大炎上してしまったんですよねで全くそれ同じなんで今同じなんですよね なんか悪いことしてるぞってそれを認識の見旗にしてです、ね、過去ツイートを掘り起こしてでそれをひざ根にしてねうさらに炎上させようとするっていうのをです、ね、でこいつをぶっ潰してやろうみたいなねこいつの倫理観をボコボコにみんなでしてやろうぜみたいなねそういうのが見えて本当これね匿名アカウントでみんなで寄ってたかってボコボコにこいつを潰,す潰そうぜっていうねそういう動きが見えて本当それねやめた方がいいと思いますよ。 ね、どうしてもそういうね、なんか匿名でボコボコに持ってこうとしたいんだったらね、そんなんね、匿名やめてね、あなたもね、顔と名前を出すべきだと、まあ、僕は思いますね。はい、そうやって思いました。で、最後にですね、この、そもそもこの全身仮装について、まあ、是非というか、まあ、思ったことを最後に言いますね。で、多分、今回ですね、あの、大半の人がですね、 このテンカーアビルのビルシーバーキンの敷地内で全身仮装をしているこのツイートを見て気分が悪くなったり不快に感じたりまあめちゃめちゃ怒ってるってねそういうわけだと思うんですけどもまあこれいいか悪いかと聞かれたらまあやっぱダメだしまあアウトだと思います。そううかダメでアウトだやっぱそそよねってうんまあそこは僕も同じなんですけどもまあだからといってですね僕はそこでですね気分が悪くなったり 不に感じたたりり許せなないいっって怒はしだからこういう人もまあ出てくるだろうなとかまあ仕方ねえよな歩いて,てそうこうい倫理感持った人はまあいるだろうなで終わりです。で何でそうやってねスルーというか言いなしというかねそういうふうに思えれるかなんですけどいいか悪いかって聞かれたら悪いって駄目ですよ。なんですけどもまあ仕方ないなしゃあねえな、まあ、こういう人っているよねで。 終わりでなんでそうやって思えるかというとですね結局ですね人それぞれの倫理観は自分の力ではどうしようもないからです倫理観は人それぞれなので自分の思い通りにはならないんですねそこでこのツイートを見てね気分が悪くなったり不快に感じたり許せないって怒ってもでもこれどうしようもないじゃないですか だからそこでね気分が悪くなったり不快に感じたり許せないって怒ってもそれって無駄でストレスになるだけなのでだったら関わらないいいい方が一番いいと思いますそこでね匿名アカウントで寄ってたかって告発っぽいことやったり炎上させようとしたりとかこの子の倫理観をみんなでボコボコにしてでそれで。 のこいつをねじ曲げてやろうぜ潰してやろうぜっていうそういう動きとか活動は本当に無駄なのでやめた方がいいと思いますもう一回言いますけど倫理観は人それぞれなので自分の思い通りにはならないんですね人それぞれの倫理観っていうのは自分ではもうどうしようもないんですよなので一番いいのは見ないことですこれ知らなかったらどうってことはないんですよね だからね、ビジーバギーの敷地内で全身仮装してるっていうツイートを見て、それで皆さん自分のね、気分が悪くなったり、不快に感じたりしてるんですよね。でもこれ、知らなかったらどうってことないですよね。知らなかったって人がいたら、ああ、そうなんだって感じで、全く知らなかった不快に感じないじゃないですか。例えばね、じゃあ今この動画を見てる、今この今日現在でも、もしかしたらですね、 ランドとかシーとかでですねなんかね鬼滅の刃の炭治郎とか根豆子とかのねコスプレイヤーがインパークしてるかもしれないんですよでもそれってあなたも僕もみんなも知らないだけで知らなかったらまあドってことないですよねだからねこういうねツイッターとかインスタグラムとか SNS って便利で楽しいんですけども それと同時にですね、みんなのツイートですごく楽しいし、役に立つし、いいじゃないですか。なんですけど、その一方でですね、どうしてもね、この倫理観のずれた人とかですね、同意できない倫理観を持った人もね、やっぱある一定層いて、やっぱどうしてもそういうのも目についてしまうので、ね、そういう人の考えとか行動をね、直したりね、曲げさせるっていうことはできないので、でさっきみたいに、負のね、あの、 ダークサイドのね、ああいうキャンペーンやって、そういうこいつの倫理観を気に入らないにムカつくから、ぶっつぶして、うん、俺たちの気に入る倫理観に、うん、させようぜっていう、そういうキャンペーンとか、本当はやめた方がいい。だから、こういうふうにですね、納得できないことをね、する人ってある一定数いるので、そういうのをどうしても目にしてしまう、そういうリスクもあるんだっていう、そういうとこを、そのリスクを、まあ、分かってた上で、 楽しむものだと思いますいちいちですね「こいつの倫理観こいつ許せねえ!」とかですね反応してたら切れないしその都度学級会起きてこいつぶっ潰してやろうキャンペーンとかをその都度その都度やっぱりやるってことですよね。必ずいますよねそういうなんかあの倫理観ぶっ潰してやろうキャンペーンやる人ってね。だからねそんなこといちいちやってたら切りがないし。 あと人生楽しくないと思うし生きていけないと思うしそれに一生懸命やるんだったらそんなのはスルーしていなして見なかったことにしてそっと押しして自分自身の価値の上がることに時間とか労力を費やした方がいいかと思いますそうやってねああ見ちゃったと思ったらパーッ閉じてねとっとと忘れるいろんな人いるからね そういうふうにして自分自身のストレスをためないように自分で自分の機嫌をとってですねそういうふうに,あの日常を平和に過ごすってこととが一番だういますこうねどうしてもね年齢理観ずれた人もねいてね同意できないことをやる人ってやっぱ歩いてそういるよなっていうふうにねそうやって思えるのが大事ですねなのでそういうのをスルーできない人はですね Twitter とかインスタとか SNS からはちょっと距離を置いた方がいいかと思います はい、日常ストレスをためないように、はい、そういう風にね、生活しましょうっていう、最後はそういうごちです。はい、以上、えっとね、あの、ティンカーベルのね、ビジバギーの旧エリアで、大人が全身仮装して、はい、ツイッター大炎上。これについて僕の思ったことでした。はい、ではでは。